今海に来たんだけどね、ほんとゴミ見てください。ゴミってお嬢さん喋ってください。本当にアイコスとかもタバコの吸い殻になってますよ。このタバコになってますよ。本当こういうの持って帰れっつうのね。本当おはようございます。始まった。あ、どうもです。今日ゆっちゃん来てます。お久しぶりです。久しぶりです。あのさ、水彩画かっこいいじゃん。いいちゃったから。なんか朝から話しかけたから。俺のせいにして、お前俺釣れないよ。怖いんだけど。怖いんだけど。回しちゃえばよかったですよね。いや、ほんとね。回しないんだろ、すごい厚底のサンダルですね。もう。水彩画さん、後ろにいないでくださいよ。わかりました。はい、離れます。おめでとうございます。まあこんな感じで釣りしていきます。はい、そしてアホの夫婦、アホ夫婦、おはようございます。おはようございます。大丈夫、今日は坊主ならないように、はい、頑張ろう。今日、はい、ダメだよね、もうね、こいつらさ、なんかあの釣りするあれじゃないもんね。何が引っかかったの。取れるべじゃこんなの、はい、危ないから。俺が危ねえよ、さっきやられたから。顎さえに引っかかったからな。俺がっつり釣られたからね、この人にね。大丈夫だよ、投げてみて。投げれんの。誰に言ってんの。おめえだよ。あ、ゆりか。おめえだよ、チビエ。いないですね。いないですよ。投げれることはないよね。はい、今日、あきさん、はい、おはようございます。今日もよろしくお願いします。今日の企画はこんな素人でも釣らせるイカが釣れるかという企画ですね。はい、状況が良くないです今日。あ、風強いですもんね、ちょっと、うん、ちょっと風強いですもんね。はい、では、まあこの見た通り T 字堤防です。めっちゃ人います。あっちは人だらけですね。今日も人がいます。なんかイカ釣れてるって言うんでね、今日はアキさんと来ようって言ったらばね、こいつら暇してるっつんで、うん、イカ釣り行くんだったら一緒に連れてくださいっていうことで。いい人歌前説してる。あ、イカ釣ってみたいって言うんでね、ちょっと連れてきました、うん、だからね、このジャスコにパルに行くような格好で来てます。はい、ジャスコパル、エズリコはパルだから、パルに行くような格好で来てます。何やってんの。戻ってきた。それしゃ、じゃあ浮いてる時にしゃぐからだよ。まあそんな感じでやってきます。お願いします。頑張って釣ってね。マスコアさん、はい、ビクともしなくなった。これ絡んでから、ここどうですか。釣れました。イカ来ましたよ。おーい、ナイス、さすがプロ。釣れてない。ほら、釣れてる。ほら、イカ釣れた。ほら。やっぱり釣れてたじゃん。なんかトツントツンなったっけ、うん、はーい。おめでとうございます。まぎすぎ。まぎすぎ。まぎすぎ。やっぱり、なんか釣れてたと思ったもん。じゃあ、もっとさ、水、あの、移動緩めで。離しますよ、じゃあ。いい、大丈夫、これ引っ張ってきたら。あ、それでできる、うん、で、これちょっとこう持って、うん、もっとで、これちょっと積み剥がれないですか。大丈夫、もう大丈夫。えい、あれ、えい、お前、何や、大丈夫だって、大丈夫だってんじゃん。そんな服、おとなしくしててよ。そんな服着てくっからな。コンクリに打ちつけるからな。はい、おめでとう。イエーイ、釣れました。すんげー小柳ゆきみたいな顔になってけど大丈夫だ。そう。そしたらば、はい、おめでとう。ありがとうございます、はい、イカ釣れました。もう一回、はい、同じもう一回ゲイ、はい、やれやれ、任せ、はい、
釣れましたね。はい、素人でも釣れる説。女の子でも簡単にイカは釣れますよと。ね、何やってんねや、さっきから休憩中。何やこの、何やこれ、ストロングじゃないですか。ドットダメでしょ、こだわり酒場のタコハイプレーンサワーですよ。案件来るかもしれないです。6度もう決め出るじゃないですか。ナシダブルマイナス96、サントリー限定やってるんですか。あなたどんだけ酒飲みなんですか。昨日あんだけうちの店潰れてたでしょ。寝させていただきました。寝てろ、もう寝てろ、ここでタコイだけど、さっきこんなタコ釣りたいタコ。いや ダメだよ、もうあのだいいからそんなの、いいか、はい、そんぐらいですか。あ、そんぐらいです。その餌じゃタコ釣れないんですか。餌代で来るよ、でも、うん、何やってんのや、本当にさ。漁業権あるからね、釣ってもリリースしないとダメ、岩手県は。そう、うん、イカはいいけどタコはダメ。ダメこれですか、うん、はい、そうっす。そんくらいっす。タイも大丈夫。タイ？あ、ほら、この軽く投げた感じ、うん、これすんげ飛ぶでしょ、うん、うん、これ、うん、今の感じ。はーい、風出てきました。はーい、風出てきました。はい、うるさい、胃がいなくなっちゃう。胃が痛くなってきた。イカがいなくなっちゃう。寄ってくんね、母さんがうるさいから。いや、寄ってくる、これで釣れっからね。はーいって言って、うるさい、ストレスで死んじゃいそう、イカ。イカがストレスになっちゃうの。うるせえやついるって言って。いや、ゆりかの方うるさいからね。絶対今もすごい、うん、まだだからね、はい、まだだからね。検索、お、ほんとだ、 X ジャパン検索ですね。おっきい、うまそう。ね、これ美味しそうだよね。これ美味しそうですね。伊豆のやつだったんですか。はい。で、ゆりかまつって、頑張って。またなんかすごい。おお、だいたすごい。いかすか？あ、いかすね。さすがプロ。さすがですね。スルメですか、これは。さすがです。縁起だからすぐ外れますもんね。ごめん外します、大丈夫ですか。おかかるんですね、こういうのに。いや、今多分ケミホタルですね。あ、ケミホタルに来たんですか。あ、やばい、もう痛い、俺が痛い、はい、ごめん、あ、大丈夫です。どっちに行こう。ごめんね。いや、すいません。あ、大丈夫です、はい、バイバイ。遊んでた。早い、2秒早い、2秒早い。せっかちだな、こいつ。ナスカさんが言うタイミングでまず数えてんの。それの秒数でやっても今度早いって言われるし。はい。適当でしょ、もう。このまっすぐなってから1、2、3、4、5、6、7、8、9、はい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、はい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、はい。あれ、違う。もう近くに来たからいいよ。はい。巻いて。魚釣れないから。釣れなくていいから。釣れたとしても釣れなくていいから。釣れろ。ゆっくり巻いて、ゆっくり。同じペースで。うん、釣れてんだって、なんで。釣れてんじゃん。俺が愛媛産瀬とかホイップ食って、すごい。2杯目。やったー。
やば、黒。師匠に追いついた。暗いけど。暗いけど。逆光だけど。いや、どうしたらいいんですか、うん。そうそう、こっち向いて、はい。あの緩めればいい、あのベル返せばいい、ベル。引っ張ってもいいよ、これ。うん、これ引っ張ってもいい。これ引っ張っていい。じゃあどこを持てばいいのいいか。いいサイズ、いいサイズ。茶色い。でこれ。茶色いのはね、興奮してるから。また炭はかれるじゃん。じゃあ。おじろ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 ねえ、おじろおじろ、パン持ってる場合じゃないんですよ。瀬戸川ホイップですから。まだいっぱい投げろ、早く早く投げろ、まだ、あ、ちょっと待って、引っかかってる。同じところ同じところ同じところ、でも食ってて油断しないと釣れたのかもしれない。だいたいカメラ回しないと釣れるからね。やるって見るよ、釣れないから引っ張るからね。うん、大丈夫、距離保ってから。これで釣ったらかっこいいな。うん、ずっと取ってからね。やだ、釣れなかったらもう最悪じゃないですか。あ、そうだよ。これサムネ。これ。マジでびっくりした。こんなね、みんな周り釣れてない中で、だって後ろの人たちなんか兄ちゃんとか誰も釣ってないからね。釣ってない中で。釣れない日です。その中であなた2杯も釣ってんだからね、すごいよ。なのに早く連れて怒られる。おごってはないからね。おごってはないよ。おごってはないの。おごってはないよ。早く連れ。怒られてるから。早く連れ。かわいそうだなって。投げんの上手になってるの。本当。プロみたいだね。本当そうなの。投げると時は1枚なの。1枚9時どな。9時どな。なのに何にも釣れないの。なんでだろう。もっと落としていいよ。あのドラグじゃないクラッ、あ、そう。結構深場の方からもう攻めていいよ。今度はずっと上やってっから今。うん、いいですか、もう。ん、まだ。これタイマー入ってから、あと7秒。あと5秒。はい。はい。ここから10秒ですか。はい、しゃぐってください。しゃくってくださいっすよね。10秒ですか。喋ってください。喋ってください。はい。10秒ですかって言っても教えてくれないし、10秒ですか。はい。はい。もう釣れたこと思った。いや、音だけはいいんですよね、今。めっちゃ今、でしょ、釣れてるでしょ。釣れてんじゃん、ほら。釣れてんじゃん。やっぱりユリカって。でしょ、さっきのジジイがやっぱりね、釣れてると思ったもん。でしょ。いや、俺とユリカのコンビいいかもしれないな。いや、俺のタイマーがいがったんだよ、タイマーが。釣れた？釣れた。うえー。10秒、あの3回吐いたらね、あと吐かなくなるから。吐ききれ、早く、ほら、はい、はい、いいよ、そのまま竿上げで、巻かなくていいから。巻かなくていいから、そのまま竿上げでこっち見て。うん、うんって、うんって。竿上げるだけでいいのよ。イエーイ、ほら、こっち見て。待って。早く。こいつが落ち着くの待って。早くしろ。早くしろ。落ち着け、お目が落ち着け。もう大丈夫。イエーイ、すごい、さすがです。イエーイ、3匹目、おめでとうございます。帰れる。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。それどんなや、さすがどんなや。3、うん、いや、お前酒飲んでただけじゃん。優雅ばかんとる、うん、この人はモザイク。モザイク、この人はモザイク。寒いんで帰りますね。そうだね、はい、うん、じゃあお疲れ様。まあ、素人、本当初めてだもんね、うん、ね、投げるのも初めてでね、釣れたっていうのは。投げるの一番褒めてほしいから。いや、本当上手になりました。はい、上手になったと思います。はい、めちゃめちゃやっぱ持ってますね。持ってますね。いつも釣るんで。はい、帰りましょう。はい、じゃあ終わっていいですか。終わりましょう。はい、じゃあ今度またね、何かあなたはやっぱ持ってるんで、また何か釣りたいものあったらば言ってください。まあ、釣ってあげてもいいかな。はい、そうですね。まず一番最初に俺めっちゃ釣られたけどね。
ら回してないから回してない回してないから、ね、あの顎の下に絵にかかったけどね怪我した場所のアスカさん乗っといて分かった分かった責任取ってください、はい、乗ってくださいまずお疲れ様でしたお疲れ様でした、はい、じゃあまたゆっくり遊びましょうはいまだやりますか、はい、うちらはもうちょい行きますじゃあねはいありがとうございました、はい、お疲れ、師匠また、はいはい、ありがとうございますはいバイバイサバだけ続いてますサバだけ続いてますめっちゃサバって釣れましたサバ、イゴでしょサバ、ね、サバ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 ですよねサバなんすかサバですねサバじゃないんじゃない細くないですか細い細いサンマまたサバですよサバだサバ特製サバだたまずきたら釣ってるピチ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 サバじゃあ俺の餌が無事まかれてます